私がやっている研究はですね、もうざっくり言いますと、犬がどうして人とこんな風に親密に暮らしていけるのだろうかということを明らかにするという、そういうのが大きなテーマになります。犬は、すごく人間にとって身近な動物なんですけども、実はつい最近まで、つい20年ぐらい前まではあまり知られてなかった動物なんですね。なんでかっていうと、身近すぎて研究の対象にならなかったっていうのと、犬の面白さっていうのが逆に擬人化された面白さだというふうに解釈されて、それも飼い主の思い込み、だというふうに思われてたんですね。なので科学の対象にはなってなかったんですけども、逆にその人間からすごく擬人化されやすいその犬の性質、そういう犬の特徴の方がむしろ面白いんじゃないかっていうことが最近犬の研究者の中で、こうホットな話題になりまして、犬がなぜ人っぽいのか、人が犬を見ていろんなことを想像したりとか犬の気持ちになってしまうのはなぜなんだろうっていう、そこが今メインテーマになっています。うち の, そのプロジェクトに参加している学生さんたちって、犬を何でしょう、人間の力で押さえつけようっていうような考え方にならなくなるんですよ。要するに犬といかに調和した行動をとるかっていうことが自然に身についてきてくれるんですね。2年間見ていると、なんて目に見えて成長が分かるという、それがすごく嬉しいですし、ある意味それが私の研究テーマで、日々学生を観察してます。